本当に怖かったですよ。曖昧な態度で悩ませるより、恐怖で即決断してもらった方が良かったので、怖がらせてしまってごめんなさい。今私の側近が姉様の側近の子に迷惑の書面を渡しているでしょうね。あの子、ザルに怯えて戦意喪失してたわ。本当辛かったでしょう。それも作戦でしたけどね、ザルはボディーガードとあの子への牽制という役割で同行させただけだから。実はザルには用事があるからついてきて、としか言ってないのよね。不器用だけど、とんでもないことにさらっと誘ってきたわね、メリア様。でもメリアがここまでして私を求めた目的って教えてもらえる。兄弟の中で一番面倒見が良くて、優しい姉様が必要だったのです。やっぱり事情があるのかしら。ご主人の侍女になってとことんお世話し尽くして甘やかしてほしいのです。え、つまり昼夜ずっとご主人のお世話してほしいんです。なんで、それは専属神であるメリアの役割でしょ。他にも専属神いたよね。私や他の専属神は帝国関係で手一杯なんです。故に付きっきりというご主人のご要望には全然応えられないんです。でも、従属神だっていたよね。その子たちだってその役割を快く受けたいんじゃ。仮にもご主人の専属侍女であり側近という待遇、それなりの実力が必要なのですよ。メルリア姉様、私の代わりにご主人に尽くしてください。姉様なら安心です。待って、私生まれて19年異性の殿方とお付き合いした経験なんてないんですよ。それはいきなり殿方を喜ばせてって。無理、私には荷が重すぎます。そこがいいんじゃないですか。どうせなら姉様もご主人の女神になりましょうよ。姉様なら大歓迎です。他の兄様や姉様たちは異性の側近や専属神を作ってる中、メルリア姉様だけは男っ気なしの専属神なしじゃないですか。それは私がそういうの苦手だからってだけで。だからご主人なんですよ。それにご主人の侍女になればもう専属神も作る必要ありませんし、いろいろ姉様に向いてますよ。それはそうだけど。まあ、どうせですし、このまま挨拶しちゃいましょうか。そんなぁ。面識ありますよね。あの方が私たちの主、パパ様です。あるけど。なんだい、メリア、いきなり知らない女性を連れてきて。メリアがすっごく元気よく紹介したけど、何、あのなんとも言えない表情は？え、まさか。メリア様、その方は。はい、ご主人の要望をすべて答えてくれる専属侍女です。私、その人には命令できません。大丈夫です。命令権限や行動権限はすべてご主人のみです。離れることもすべてご主人権限ですよ。え、それも早奴隷。ということ、以前パト様が言っていた全力で甘やかせてくれる侍女、ですよ。え、真に受けたの？日常のちょっとした冗談だったのに、どうすんの？です。すごいドヤ顔、どうですか、ご主人、みたいな顔して。あ、ありがとう、ソルテ、メリア。もしかして私、個人のものになっちゃうのかしら。とりあえず話し合いだな。役割がないと存在意義がないと落ち込むかもしれないから、妥協点を模索しよう。名前は？メルリア、メルトリアです。あれ、メルトリア、メリアのお姉さんだったんだ。とりあえず、疲れたでしょ？ソルテ、メルリアさんと話がしたいから俺の部屋掃除しておいて。大丈夫です。もうすでに全部新品に取り替えました。自分の部屋？新品？一体何をする気なの？その前にこちらで話したいことがあるので、その後に向かわせますね。わかった。俺も心の準備があるからそれでいいよ。心の準備？もうそこまで覚悟してるのですか？言ったか。緊張するんだけど。ですが、驚きました。まさか一国の女王様であり、帝王信仰法を連れてくるとは。君の女王様、メリア国潰したの？やばい、それで断ろうものならあの人絶対やむでしょ？国までかけてここまで来たんだ。俺が責任取らないとな。気まずい、やっぱりいきなり二人きりはまずかったか。気を楽にして。心の準備はできています。きっとあなたならメリア同様私を幸せにしてくれると信じております。何この空気。あと、男を見てなさい。お黙り、ヤジウマ。とりあえずさ、話そうよ。お互い誤解とかありそうだしさ。聞いてますよ。身の回りのお世話やもろもろお世話をしてほしいんですよね。やりますよ。もう私はあなたの従属ですし、あなたからは絶対に無断で離れるようなことはいたしません。メルリアは強い覚悟で来ているんだ。俺が曖昧な態度を取れば逆効果かもしれないな。ここは多少強気で、それでもって無茶させないようにする。俺が撒いた種だし、俺が責任を取らないと。メルリア、俺のそばに。そう、すごく可愛い。これは油断したら癖になるぞ。気をつけなければ。メルリア、俺が聞くのもあれだけど、本当にいいの？はい、
そういう名約を結んでいるので。安心してください。あなたは私に気にせずをそばに置いてください。身の回りのお世話は全て私が受けたまわりますので。そうか。それじゃあよろしく頼む。今は無理だろうな。長い時間をかけて心を開いてもらうしかないな。お一つわがままをよろしいですか？聞くよ。私と共に来ているヒスリットという元私の側近の子がいます。できればその子もあなたの侍女として置いてくださりませんか？親しい人が近くにいた方がいいよな。わかった。俺だけの一存では決めることはできないから話し合いで決める。感謝いたします。私は殿方が喜ぶことを知りません。配下を作るほどの責任も度胸も私にはありません。私はメルトリア一族、お母様の子供で、10人兄弟で一番の落ちこぼれです。それでも帝王信仰派としての実力はあります。身の回りのご奉仕も嫌いではありません。ですので、気を使われているのであれば、気にしないでください。私は少なからずこうなっていたのですから。ああ、メルリアも我が家だと思って気を楽にしてくれ。その方が俺も気持ち的に楽だよ。優しい子なんだな。うまくやっていけそうだ。こうして数日が経った。寝ちゃいましたね。お疲れなのでしょうかね。すみません、メルリア様、だらしなくて。一応教育はしているのですけどね。仕方ありませんよ。上に立つ以上配下にはどうしてもそう立ち振る舞わなければなりません。それにメリアにはしてやられました。まさか帝王信仰派3名全員弱体化していたなんて。おそらくメリア様もこちらの内情を把握され正確な戦力を理解される前にメルリア様に承諾いただきたかったのでしょうね。今はまだ帝国も発展途上、人材こそ豊富ですが、統率や役割は全くです。ふふ、それはメリアも私に頼ってきますね。あ、ごめん、また寝てたね。おはようございます、あなた。あなた？はい、名前を呼ぶのは恥ずかしいですし、主というのも実感がまだ湧かないので。それで何でもいいって言ったら、最初から呼んでいた、あなた、ってなった。呼び方はご自由ですけど。それて、悪いんだけどこれからのスケジュールについて教えてもらっていい？忘れちゃって。お洋服にシワができてますね。あなた、着替えますので立ち上がってください。ありがとう、よろしく頼むよ。たった数日なのに慣れましたね。ちょいちょい。仮にも、俺の専属侍女、という名目で国を乗っ取られてるんだぞ。それで半端な態度を取ったら、メルリアに失礼だし、今以上に不満を持たれるかもだろう。だからやるなら徹底的にやらないと。構いませんか。私もやりたい。ですか、俺の精神が持たん。着替え終わりましたよ。素敵ですよ、あなた。ごめん、ソルテ。夢叶ったから死んでくるわ。ダメですよ。今日は、帝王直属特殊部隊、エンペラーズガーディアン、の授与があるのですから。私とヒスリット、あとはミガドルエデン出身の子たちで常にこちらに配属されている子がその部隊に配属されます。メリア様的にヒスリットは面倒見がいいので、ミガドルエデンの子たちの教育、指導、指揮をさせた方がいいとのことでしたので。まあ、神王と帝王信仰法従属に留めておくのはもったいないよな。ほら、ただ真正面から打ち込んできても意味ありませんよ。絶対一撃入れたるんや。なあ、わざわざこの目で行く必要あるのか。少しでも威厳を出すためです。見栄えのために頑張ってください。私が一緒にいますからどんな時でも頼ってください。専属秘書ソルテに専属侍女メルリア、それに加え、攻撃側近の鉄火の守護側近のラル、もう無敵だな。ごやー。それじゃあメルリアとヒスリットの特別従属授与式に行くか。はい。俺も二人が心の底から安心できるように頑張らないとな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。